Kisaragi. The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Shogi. どうした？なあ、行くな。行くぞ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 。
他の誰でもない僕が兄さんを殺す。それがこのくだらない世界の幕引きだ。では、ヒカルさんの響き対、スナさんのアザエル。まあ、お互い25だ。The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. ここだ。行くぞ。見えますか。見えますか。巨大な酒をかけた。目の見上げだ。最後にコブラ。目をこれだ。痛みを知って見えますか。見えますか。ダンションの口切られてる。ダンション見えますよ。ダンションの口切られてる。見えダンションがしません。砂漠だき。こんな感じで衝撃だ。行くぞ。あれつらクソが。行くぞ。あれダンション。諦め。お気をつけください。もっと俺をた Rebel 2 Action。 クソが。ダメ。俺がクソが。痛みを知る。ダメ。俺がダメ。クソが。クソが。クソが。俺がクソが。諦め。次はないぞ。ドライブが最後に。
レベルじゃない。で、今からね、右しかない。ゲージもない。なんもない。なんくらっと走る。さあ、あー、お尻が当たって。さあ、取っていったのは、スナさんのアズラエル。いくら素早く動こうが、餌は餌よ。あがきたければ力をつけることだ。どの道食らってやるかな。テリカは全然見ないですね。もう大ランキング9だらけなんで。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、とりあえずウロウロしているが。アメジスト。なかなかスタジオグラスを。なテリカが、なあ、ここまで火が当たって。お、火山台が終わっていて、どこが当たってる。見えてるわ。弱いわ。だけは助けてあげる。あなただけは絶対にどんなことをしても守ってみせる。Thank you.
Select your character. Izanami. Yuki Tarumi. さあ、配信がいます。サーバーさんのテレビ見たり、プロテンさんのイザナミ。さあ、プロテンさんは確か去年の8番目くらいに来てくださってですよね。また来てくださったみたいですね。ありがとうございます。さあ、新番台が、ようやくお出ましか、冥府のお姫様。相変わらず無礼な男だ。され。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. やったー、エグネ。最高だ、エグネ。どう出る？死ね。俺を見たぜ。俺を見たぜ。どう？エグネ。エグネ。エグネ。ここまで飛んでいく。受けて壊れ、受けて壊れ。ガンチ。芝居してんじゃねえぞ。この程度でてめえに死を与えられるなんざみじんも思ってねえよ。
戦力。The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! さあ、配信内容は、たとえ100万万の体に、アマンド艦隊のプレゼント、新艦隊が終わるので、風が上がってる。ちょっと風が上がってる。私を止めてみなさい。レベル2アクション。無駄です。無駄です。今そこまでの裏物です。今だけソニックセイバー。そこです。今だけ追いつく。はいはい。ギルの君の心臓、ごめんなさい。世界のためにもあなたを放っておくわけにはいかないの。さあ、配信台ダットメンヘラーこと亀田さん対ヨロンさんの配信。The Wheel of Fate is turning. さあ、前はレディウスでかなり昨年イベントが見たりですが、今回ライキになってどうかわかるんですね。いつね。レンちゃん戻ってらっしゃい。クレイネさん、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 
されるとは。ここは戦場、貴様の居場所など存在しない。早々に立ち去ることだ。これは当たってない。さあ、これは下がって。
状況もう一回上がって上がってる。まあもうこれで無理。最後ガニドって言ったのはマホさんの敵まだほレベル2アクション。鍛えよ。速度で勝ろうともそのような貧弱さでは悪は打てぬでござるよ。
すいません、お待たせしました。じゃあ映画祭も始めてください。お願いします。さあ、今 A 漫才やってるのが B の決勝、これだったら準決ですね。で、B 兄弟でやってるのが B の決勝、C 兄弟でやってるのが B の決勝となったんですけど、まあ、読み聞かれたんだけど、なんか、The wheel of fate is turning.次はね、A ブロック決勝のスナさんと B ブロック代表のバレさんのテイガThe wheel of fate is turning. Rebel one. とりあえず開幕はお互い様子見、鮮やかは海水で決定していく。振り付けて、おっとグスタフがスレッシュガードしている。うわー、ハンマーで降りてきたところをガードポイントで取っていく。とりあえずスパークボールと当てて磁力をつけていく。わー、スーダーを EG が IP 磁力をつけて、とりあえず勝利で決めていく。
わーっと拾えて小判が大好きだしこじゃんのこれはコイルのスキャンこれは銃のこれ画面端に持っていくパチカンコーディネコーディエッキナップルで決めていったどうかなスレッチアドバイトいいポン取ったなバイエさんの手がニャンクレファイナクボディを出しているワーとロースクビーが一度下になってから熱波を連れて運んでこうじゃなくて固めて固めてスタッフも見たエンパーバカとダンサーで高校ダメージを稼いでいくわー見栄えがやばい250おっとコマの人上から来た来た来たこうやって固めていくこうやとドレスエクスダクで見つかって画面端に画面で端端に戻していくボワーッサンシグカウンターはいどっちに毒がついてるので攻めにくいがわーもう一回カウンターバルトバーサイをして勝ったのはバレーさんのせいが悪く思うな最後次は C ブロック代表のドラさんの番と C ブロック代表のミークのタバカシシディオだってあのゲームすごいお金なくなるじゃないですか多分200円3くらいだったらあーなんだわあと原作全くやってないんですよドラクエ派いやドラクエもやってない基本的に任天堂しか任天堂じゃないあれぐらいになってくれカーフィー2000くらいやったスーパーデラックスこれが準決勝さあ、準決勝第2試合ドラさんのバンクとミー君のタフガこれってなんだろう昔のイメージだとなんかタオガカが張り付いてきてバンカーがちょっと面倒くさいっていうイメージなんですけど本作はどうなんだろう本作は正直バンクもタオガカもいないんでよくわかんないコマだけを張っていくこうじゃんとドンリバイスエクスラックで切り替えて端を持っていくバンド当てるにはガードポイントにはなっているなっているね断然700固めて固めて今度バンカーに行っていくなるほど有利フレームを取っていったかったがダブルガーの攻めがなかなか終わらないとりあえず足から逃げることに成功したがとりあえず勝負をかけていくあー意味が足す手札で一本取ったなピーク打破かさあもう2ラウンド目お互い開幕は様子見をしている釘をとりあえずバイてバンカーは攻めていくダメ足で銃で入るぞどんくらい減るぞ今度はスタート
ありがとうございます。前よりはちょっとは上手くなっていると思いたいです。まあ、決勝戦ドラさんの番とマレさんテイガー、あとお互い紫ボディで強化して、だがバンダーもガードポイントを使ってなんとワニをできる。おっと6点が使ったところにオーバードライバーと、おっと集団が使ったのを OD で使っていく。集団からスパークボルト、ミリーにはしっかりガードポイントを落ちる。バンも4枚止まって集団が来た。
優勝はドラさんのバンクですね。おめでとうございます。鬼は正義の味方に倒されるが定め。はい、皆さんお疲れ様です。何名見てるか分からない。